まあ、ゲーム感覚でできるからそれは楽しいと思うけど、確かにいろんなモードがあるじゃん。そのプロナセーションとかボキャブラリーとかいろんなコース。The sentences are a bit on the intermediate. They are very natural. You mean so those are sentences that are really practical, right?はい、どうも皆さんこんにちは、しょうごです。今回はね、案件の動画となっております。以前ね、僕が日本にいた時に EF ハローっていうね、英語学習用アプリの、あのレビュー動画を作成させていただいていただいたんですけど、で僕がね、あまりにもその正直に、まあいいことも言わせてもらったんですけど、悪いことも言わせてもらったので、まあ二度とこういう案件動画とか来ないだろうなとか思ったんですよ。そしたらなんか最近なんか新しい機能を実装されたみたいで、またそれのレビュー動画紹介をしてほしいというふうにね、ご依頼いただきました。まさかね、また来るとは思わなかったんで、正直、まあ、びっくりもしてますけど嬉しくも思ってます。本当にありがとうございます。まあ、前回の動画からの、その僕が見た限りでの相違点を紹介すると、まあ、3点あって、全てのレッスン、まあ、英会話動画がね見れますよというふうに僕ね、あの前回の動画でお伝えしていると思うんですけど、なんか最近追加されたものにはその英会話動画があったりとかなかったり、なんか全てのそのレッスンに英会話動画があるわけではないっていうこと、あとそのスマートプラクティスっていう機能の実装をされているってこと、まあ、通常のレッスンとは別にスマートプラクティスっていうカテゴリーがあって、そこはね、なんかプロナンセーション、まあ、発音の改善とか、あと語彙力強化とか項目をね集中的に練習することができます。で最後 AI Explain の実装ですね。これに関してはちょっと説明が難しいんですけど、なんかチャット GPT とかって皆さん分かりますかね。僕は試したことないんですけど、 AI にある質問するとなんか自分だけの最適解を返してくれるみたいな感じのものですよね。最近なんかいろんな、特に生徒さんとかがよくなんか活用してるのは結構聞きます。でこの AI Explain っていうのもなんか同じようなそのメカニズムっていうかモデルを活用していて、なんか自分がもし問題とかで分からなかった時に、自分がどういうところで間違えてるかっていうのをなんか AI が過去のものから解析してくれて、なんか自分に合ったの解説をしてくれるんですね。なんかこれね、最初聞いただけでもおすごいなとか思って、なんか英語学習アプリもここまで来たんだなって素直になんか感心しちゃいました。はい、まあ、以上の、ね、3点がね、結構以前の動画とはなんか違うところかなと僕は感じてます。で前回の動画で僕はもうすでに自分の意見を発しているので、今回はまあ僕ここカナダのトロントにいるっていうこともあるので、僕の知人2人にですね、このアプリを使っていただいて、まあ、率直な意見を聞いてみました。まあ、今回はね、そんな英語圏に住んでいる2人の意見をね聞いて、このアプリが実用的なものなのか、実用的な英語なのかとか、なんか英語学習用としておすすめできるのかとかね、そういったところをぜひ聞いていただければなと思います。はい、で動画の最後にはね、あの特典の方も用意してますので、ぜひ最後まで動画の方お付き合いいただければと思います。それでは早速1人目のね知人に聞いてみたいと思います。はい、ということでまず1人目はこちらのアイリさんっていう方に、このアプリを使ってもう英語学習としてどれくらい役に立つかっていうね、率直な意見をいただきたいと思います。まあ、彼女はね、他の動画にも出ていただいてるんですけど、このカナダのトロントに4年以上住んでいて、まあ、カナディアンの、ね、友達もたくさんいて、ちゃんと実践的な英語に関わってる人なので、まあちゃんとした意見を多分いただけるんじゃないかなと思います。はい、頑張ります。頑張ってください。じゃあ Arc War Situations やってきます。 Let's go。 お、動画見るやつだ。 When you bring your boyfriend home to meet your parents for the first time, there's some things you just don't talk about. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew. お、 Never find themselves in Arc War Situations at one time or another. Study vocabulary. He was being totally offensive. It was really. He was being totally offensive. It was really awkward. She was upset and embarrassed by his behavior. His behavior was unacceptable, and he should be ashamed of himself. Being totally offensive. I was really embarrassed. Oh, that's wrong. I was that. 思ってた。Ashamed of himself. Nice. I've never been embarrassed. I was. この意味わかんないけど、多分これ。
意味わかる、うん、これでさ、うん、意味わかんない時にさ、こうやって出てこないのかな、屈辱的な、多分ね、このギブミアヒントとかなんかやると多分出てくると思う。ギブミヒントをやってみてくれ、同じ単語あるから。オッケー。 Think about the context of the situation. What kind of mistake did he make by asking about someone's earnings? なんか、うん、多分求めてる、こっちが求めてるとはちょっと違うね。ね、単語の意味が欲しいけど。そう、これだ、うん、A fox has、でもこれも、まあ、まあ、そうだ、使い方、あ、うん、まあなんか使い方分かったけど、うん、覚えれるかな、なんかあんま聞いたことないよね。確かに。 I'm always making mistakes、 これは簡単、よく聞くしね。うん、うん、So why did anyone know what to say? Talk about awkward situations. Everyone was so embarrassedThey didn't know what to say. We were all standing there, and I'll admit that Nancy has gained some weight, but Brad comes out and says, how many months pregnant are you? よくあるよね。え、でもこれジョークじゃん。I mean, we all make a faux pas from time to time, but Nancy was so upset that it was hard to enjoy the party afterwards. I'm done with Brad. Our friendship is so over. Don't worry about it. なんか気にしすぎだと思う。あ、でも日本人だったら傷つくかもね、これ。 Pronunciation Challenge accepted。 はい、うわ、 R だ、日本人の苦手なやつ。 More bread or curds? ういういRoyal Elm も難しい。100点です。あ、終わっちゃった。はい、終わりました。簡単で、簡単だね。 Possible Train Also これね。 A space is something where people or things can go in and out. Opening Right。 なんだっけ、あ、結構難しいぞ。急に。おい、10ミスだけど。これ何？このボタン。スキップガイ。ああ、結構今一通りアプリの方を試してもらって、実際、まあ、全体的な感想ってどんな感じだったんですか？そのプロナセーションのはすごい楽しかった。おう。まあ、全部100点だったか、本当に100点かな。あ、なるほどね。自分がちょっと間違えてても本当に100点なんじゃないかとか、なんか正確性に欠けてないかっていうところが、そうっていうのは感じたかな。なるほど。よく直されるからネイティブの人に。これは僕の勝手な意見だけど、うん、その僕がこのアプリやってる時は普通になんか90何点とか結構間違えること多いし、うん、あとアイリーの声は、まあ、英語の時とかの声でもその機械の声結構読み取って英語の発音しっかりと、字幕 AI がちゃんと字幕解析してくれてるから、多分クリアにちゃんと聞こえてるから間違いはないと思う。 OK、うん、じゃあ大丈夫。大丈夫。そう、なんか単語、知らない単語とか使い、なんかなんて言うんだろう、単語が混ざってできたやつ、なんかイディオムみたいな出てきた時になんか意味が分かんなくて、なんか自分の今は正午の携帯で使ってるけど、私の携帯でいちいち単語調べないと意味が分からなかったから、普通結構そういうのってなんか意味とかちゃんと出てきてくれるじゃん、ね、なんかもしこれがセーブされたらいいんだけど、セーブするとかできたら後から勉強するときに、あ、分かんない単語を勉強しようって勉強しやすいけど、なんかいちいちそういうセーブするとかっていう単語、なんか機能がなければ自分でどっかに書かなくちゃいけないじゃん、うん、そういうのもしまとめてくれるところがあったらめっちゃ便利だなと思う。まあ、確かにそうだよね、うん、なんか3択問題プラスなんかヒントっていうのが主に選択肢であったじゃん、うん、でもしかしたら多分単語知らなくてもこれなんじゃないかなって当てつっぽでやっぱ人間だからやっちゃうからさ、うん、でもそのままその単語の意味も知らずになんかどんどん進めていっちゃう、なんか学習してる意味が多分ないよね。うん、うん、それは本当に思いました。そう、はい、実際にこの問題解いててなんか使われている英語とかってなんか実践に近いものかな、少なくともこのカナダで。私が知らない表現結構出てきたから、うん、まあ分かんない、ネイティブに聞いてみるけど。そもそもそんな会話をしない。
多分。Awkward situation。そう。え、でも絶対あるけどね。あるけど、なんかそのさっきの簡単な making mistakes ってやつはめちゃくちゃ使うし、聞くし。He made a blunder だっけ、なんかそんな blunder だけ、うん、そん聞いたことない、私はだけど分かんない、うん、使うのかもしれないけど、もしかしたら本当に使わないのかも。結構意外とネイティブって簡単な表現使うじゃん、うん、その making mistakes とか、うん、だから本当に使わないのかも、うん、分かんないけど。なるほどね。なんか良かったこととか、なんか このアプリを使う人のおすすめとかってなんかある？まあゲーム感覚でできるからそれは楽しいと思うけど、確かにいろんなモードがあるじゃん、そのプロナセーションとかボキャブラリーとかいろんなコースだから勉強しやすいとは思う。あ、英会動画面白かった。面白かった。しかもなんか字幕ついてたよ、うん、あの日本語じゃないけど英語で、うん、あ、なんかおつけてくれるんだ、それは優しいけど。あ、さすが学習用で。うん、なるほど。もしかしたら初心者の人とかはその動画見て、あの学習が終わった時に、うん、まあ、日本語で最後字幕が付きの動画があったらもっと分かりやすいんじゃないかなとか思った。あー、なるほどね。確かに確かに、うん、完全に理解はしてないかも。まあ初心者からしたら難しいよね、うん、分かった。なるほど。そしたらもっと理解しやすいし、うん、なんかその単語を後からその間違えた単語とかもちゃんと理解して次使えるようになると思うけど、あんまりよく分かんないママだと、あ、まあいいやってなっちゃうかも。なるほど。じゃあアイリーからしたらこのアプリはどっちかというと初心者っていうよりかも中級の英語学習者向けか。そうだね。なるほど。どうも。なるほど、わかりました。ありがとう、楽しかったです。 Hey, what's up? Ceiling? No. Okay, anyway, yeah, thank you for coming here today. His name is Sarah. Yeah, very cool name, right?She is one of my best friends in Canada, and he has been living here in Toronto for many years. And he kindly came here to help me with evaluation for the application, English learning application, EF Hello Talk. Okay. Anyway, without further ado, let's check it out. What? That's fun. I like the puppy. I like the GIF. You like the GIF? Yeah. Yeah, it gives me some comfort. Yeah, I did a good job.You know what? Something I just noticed now. It's like a text. It's like you're talking with someone and they're replying back. Yeah, right. So I think that's good. If you're used to like texting with people, I think this format is good. This is really understandable for you. Maybe for you, maybe it's fun. So you think this is very helpful for learners, English learners? Beginners, the sentences are a bit on the intermediate side, yeah, is what I think.But they are very natural, natural English. You mean, so those are sentences that are really practical, right? Yes, something I would hear and something people would actually say. But the English people would actually use in daily life would start like intermediate level. So not like the beginner ones from textbook. So I'd say there might be some hurdles at the beginning, but when you're used to this kind of format, your English would like very improve.Very sufficient, I think. I would say I'm kind of okay with English. Big text, a huge text of English, a big block of text would turn off people. I think so. Yeah, especially for people who don't want to study a lot. Yeah, on desk, right? Mm. Yeah, it might be very longer than we expected actually. Longer than I expected. Right. This is one of the actual disadvantages of this application. Actually, so last time I reviewed this application in Japan, so one of the disadvantages is this one. So it's kind of longer than we thought. Attention span?Is decreasing, so you have to get straight to the point. You can have them in like bite-sized pieces. Those are good, maybe not all at once, maybe like do one or two of those questions and then take a break and continue. That would be a nice practice, I think. That's good to know that. Okay, so can we do
Smart practice? Smart practice. Okay, smart so practice. Very, very short and simple one. We can do both of them very short way. Okay, first one is pronunciation tutor. This is more. Oh, okay. I need to say that. You can't go and that's flat. You can't go and that's flat. Oh. Wait, I miss Andrea, right? So, yeah, I need practice. Yeah, but this it's is good. Said correct, that's why. So mostly correct. To, yeah, yeah, but correct. Yeah, correct. It has a point from the previous pronunciation practice exercise. They're using this now because they showed the symbol to us before. Exactly, yeah, so yeah. So it's building upon that, which I like. You can learn your vocabulary, I think, separately, and then after, improve your pronunciation. Okay. Or you can focus on one or the other, or do... On the whole, so what do you think of this application? This is useful, or if those phrases, English phrases, expressions, vocabularies are very practical? I think it's very practical, at least the ones that I've tried. And the words and the sentences aren't stiff, they're really natural. However, they are kind of on the intermediate side, so at least for the sentences. The words are easy to learn, I think. So yeah, that's my opinion on it. That's great opinion, I think. You think that this application is very useful? Yeah, to study English, actually. Natural English. So I was just wondering, so these are, you know, like this application, so you know, like a goes by the book, like as textbook. Yeah, so don't you think so? Okay. I think it diverges from the normal textbook style, especially with the first part that we did, sarcasm. You wouldn't learn sarcasm from books, but it is very useful being able to distinguish sarcasm from a normal, like what people would normally say. It has some similarities with textbooks, but... Okay, very understandable. You wanna say something to Japanese? Good luck learning English. It's hard at first, but keep trying. 頑張ってください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、2人ともね、共通してすごい熱心にアプリを取り組んでくれて、まあ、当初はね、本当は使用時間は15分ぐらいにして軽く意見聞ければいいなと思ったんですけど、2人ともすごい熱中してくれたので40分ぐらいかな、やってくれて、僕がストップしなければ多分そのままずっとやってたんじゃないかぐらい結構楽しんでやってくれました。はい、でここで特典のお知らせとなっております。今回ね、この動画を見ていただいた方にこのアプリを1ヶ月無料で使用できるっていう権限を贈呈したいと思います。はい、で応募方法は、まあ、この動画の概要欄に自分のインスタグラムのページを貼ってあるので、まあ、そこに飛んでいただいてダイレクトメッセージで僕にね、この動画を見たっていうことと、あとこのアプリに登録する予定、あるいは登録したメールアドレスを教えていただければ、僕から EF ハローさんに連絡して1ヶ月使用できるような状態にすることが可能です。で残念ながらちょっと全員にこの権限を与えることはできないんですけど、まあ、前回の動画はね、確か先着10名様の方限定でご案内してて、結構な人数の方が応募してくれたんですね。今回ね、その特典を用意するにあたってもうちょっと応募枠増やせないですかっていうふうにね、相談したところ、人数は限定はしないんですけど応募枠は増やしましょうというふうにね、ご回答いただいたので、今回はね、もっと多くの方がこのアプリを無料で1ヶ月お試しいただけるんじゃないかなと思います。ここからは個人的なお願いなんですけど、僕に DM を送るときは、まあ、できればね、なんか普段動画を見ていただいている方だったら、まあ、動画の感想とか、あとまあコメントとかね、いただけると、まあ、僕のモチベーションになりますので、ぜひお手数じゃなければお願いします。期間はあっても今回は先着とかではないので、まあ、そういったコメントとかをね、結構書いてくれる方には優先的にご案内するかもしれないです。はい、以上がね、今回の、まあ、EF ハローさん2回目のレビュー動画となっております。皆さんからのね、 DM お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今回も動画のご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。